絶対引っ込みます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。横向きになってる時にお腹の上よりも下側がぽっこり出て垂れ下がってるよーって方は実は太ってないんです。これは腹部深層筋の低下によるお腹ぽっこりなんです。腹部深層筋というと主にインナーマッスルと言われている腹横筋になります。これの低下によるお腹がぽっこりなんです。今回は30秒のメニューを3種目やるだけです。これで腹筋どんなに頑張ったりプランクやってもお腹が引っ込まなかった原因が解消されます。お腹をへこませるポイントは表層部に力が入らないように腹部を動かすということになります。今回はタオルを用意してください。これがまずないと腹部深層筋を鍛えれてるかどうかというのが確認できません。今すぐ取ってきてください。5秒待ってます。5 4 3 2 1。それでは今日も一歩前進していきましょう。まずタオルを腰に敷きます。タオルないよって方は手でも確認できますが、タオルが一番。足を伸ばして寝ます。今タオルが動くと思いますが、このタオルを腰をしっかり床につけて動かないようにします。どんなに引っ張ってもできるだけ動かないように。これがまずできないと腹部深層筋を鍛えることができません。今回3種目やるエクササイズは、まずこれを必ず抜けない状態でずっと行わなければいけません。これができるようになるまで必ず何度もやってください。まずこれでタオルを動く状態から動かない状態にして30秒キープしてください。この後行う3種目はこれができてないと効果半減です。いきましょう、スタート。たまに自分でね、引っ張ってみてください。もし床につきにくい人はね、ちょっと膝曲げてみてください。そしたらつくと思うんで、これでね、腰がちゃんと床についてる感覚を感じて足をゆっくり伸ばしてみてください。こういう感じです。しっかり腰つけて頑張って。はい、 OK。 それではエクササイズ3種目やっていきましょう。まずは今みたいに腰つけて足を交互に伸ばします。この時に足を伸ばす際には息を吐く、戻したら吸うってことを繰り返します。呼吸が合わないと意味がないです。呼吸と合わしながら息がなくなったら足を戻します。30秒いきましょう、スタート。ふーっと吐いて戻ったら吸います。タオルが抜けないように、お腹をどんどん薄くする感じです。たまに手を当ててみてください。お腹を引っ込めながら、はい、 OK。 次は今の感じで両足で行います。スタート。足を伸ばしたら息を吐く、抜けないようにしてください。しっかり腰つけて、タオルが抜けないように、ふー、伸ばしてできた。腰に対してはね、ちょっと膝曲げたままでもいいです。とにかく腰が床についた状態、1ミリもね、タオルが浮いちゃダメです。絶対抜けないように、できる人は足伸ばして、はい、 OK。 ラストは足伸ばして上体を起こして、これでキープ、タオルが抜けないように行きましょう、スタート。とにかく腰をね、浮かつけて、たまにタオル引っ張って息長く吐いて、お腹を薄くする、ゆっくり息吐きながら、ふーふー、だんだんお腹をへこます感じです。できるだけ息長く吐いて、はい、 OK。 ラスト、おまけです。タオルを上に引っ張りながら、できれば肘つかないようにして膝曲げて、こういう感じで軽く動いてください。これラスト30秒やってみましょう。これで腰をね、しっかり床につける感覚が身につきます。
スタート。これでこうやって少し揺れるだけ、息しっかり吐いて、腰しっかり寝床つけるから、できるだけ丸くなって、頑張って、あー効く効く、 OK、 だー、むちゃくちゃ効いた。お疲れ様でした。どうでしたか？ちゃんとタオルがね抜けないよってできた方はバッチリ。これをね1週間ぐらいね毎日続けてみてください。横になってもお腹が出なくなってきます。タオルがね抜けないようにいまいちできなかったよっていう人も毎日やってください。頑張ってよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。